2020プレナスなでしこリーグ一部第17節、愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド千葉市原レディースの一戦をお伝えします。愛媛のホーム、愛媛県総合運動公園球技場です。天気は快晴、しかし強い風がこのピッチ上吹いています。ピッチ上空は巻いている風が強く吹いています。愛媛にとってはホーム最終戦です。今シーズンもリーグ戦は残り2つとなりました。ホーム愛媛、そしてアウェージェフユナイテッド千葉市原レディースの一戦です。まずホームの愛媛ですが、今シーズンなでしこリーグの一部に昇格をしました。ここまでの戦績は3勝2分け11敗、勝ち点は11、現在リーグ10位です。しかし9位の伊賀とは勝ち点差で0と勝ち点では並んでいます。この試合の結果で9位最下位脱出が可能となっているこの一戦です。今シーズン挙げた勝利は3勝、そのすべてはここホームで掴み取っています。そのうち2つは前回のホーム3連戦連勝を挙げました。しかしその後アウェーでマイナビ、そして浦和に連敗、3試合ぶりの勝利をサポーターの前でホーム最終節見せられるでしょうか。対するアウェージェフユナイテッド千葉市原レディースは現在リーグ7位、ここまで5勝4分け7敗、勝ち点は19です。前節が福ありでの最終節でした。マイナビベガルタ仙台レディースと対戦をして1対1の引き分け、試合は先制をされてこのまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイムに途中出場の田中のゴールで同点、なんとか勝ち点1をつかみました。愛媛と千葉は第4節でも対戦をしました。その時はスコアレスドローで引き分けです。両チームは今節の結果次第で愛媛は9位に、ジェフは同じく並んでいる仙台の上に、マイナビの上に上げるチャンスをつかんでいます。愛媛のホームで行われます。この後、愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド千葉市原レディースの一戦です。画面左がオレンジのユニフォーム、ホームの愛媛 FC レディース。円陣を組みます。手前が18番のアクネマナ。3勝はすべてホーム。この応援を直にそして強く感じられることがホーム戦でサポーターの前でその力がより出る要素だというふうに話していました。キャプテンの阿久根真奈です。今日はホーム最終戦ということもあって多くのサポーターが駆けつけました。太鼓の音も響き渡っています。対するジェフユナイテッド千葉市原レディース、今シーズンで引退を決めたキャプテン、失礼、ゴールキーパーの山根恵里奈、代表として国際 A マッチ26試合出場の経験もある188センチのゴールキーパーです。10日にはオンラインで引退会見をして、来年ユニフォームを着てピッチに立つイメージが湧かなかった、ここが決め時なんだなというふうに話していました。残りリーグは2つ、そしてその後の皇后杯もあります。両チームにとってこの顔合わせは今シーズン2つ目です。今前半が始まりました。愛媛のボールで試合は始まっています。愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。現在ボールを持つのがゴールキーパー17番の山根恵里奈です。山根から大きく前線、それでは両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。愛媛 FC レディースはゴールキーパー三田勲、そして松永沙紀、鎌田蘭、小屋恵里子、西川さゆみ、松本園香、山口千尋、千葉がボールをつないでいきます。大滝から鳴宮のところですが松永が対応、しかし大滝が出てきます。このボールを愛媛は一度外に出しました。千葉ボールです。
8番の松本園香、そして14番の山口千尋、長島彩香、大谷歩美、上野真美、そしてキャプテンの阿久根真奈です。愛媛のゴール前、陣地に攻め入るのが千葉です。千葉を後ろに下げます。今日も3バックです。林から左の藤代、成宮が2人に囲まれます。ケアに行ったのが20番の大沢です。千葉はゴールキーパーが17番の山根恵里奈、そして大熊玉木、林かなえ、一ノ瀬千里、小沢博、鴨川美穂、岸川夏樹、そして藤代真帆、成宮由衣、大沢遥、大滝亜美がスターティングイレブンです。愛媛が4バック、そして千葉が3バックの予想です。前節から両チームとも2人ずつ選手を入れ替えました。愛媛はゴールキーパーの三田、そしてセンターバックに入っている、今はボランチの位置でしょうか、ボランチに入っている鎌田蘭、前節とは変わったメンバーです。右サイドボールを持ったのが大谷です。大谷からアクネ、ボールはうまく収まりませんでした。4番の林が下げます。林からこの位置に大熊がいて、そして前に小沢がいます。千葉も前節から2人を変えました。11番の小沢博は10節以来8試合ぶりのスタメンです。そして20番の大沢遥、今は右ワイドにいますが、今ボールを追っていくのが20番の大沢、大沢は3試合ぶりのスターティングメンバーです。愛媛は左、山口がボールを持ちます。山口から鎌田、そして後ろに下げてボールを組み立てます。28番の小屋、この位置に大谷、大谷、松本、下げて松永です。松永から裏を狙ったのは阿久根、中盤で鴨川、そして今鴨川と岸川が中盤の位置、この位置に成宮がボールをキープ、プレッシャーに行ったのが8番の松本です。前回対戦した時はまだジェフがこの 3-4-3 のシステムを採用する前、4バックだった時で、ここはチャンスになりそうです。大沢から右サイド駆け上がっていったのが11番の小沢ですが、ボックス内シュート決まった、先制、ジェフユナイテッド千葉市原レディース小沢博が決めました。アウェー早い時間に8試合ぶりのスタメンの小沢がシュート、愛媛相手に先制点です。早いカウンターから右サイド駆け上がっていったのが11番の小沢、今シーズンの初ゴールになりました。11番の小沢博です。愛媛は試合序盤追いかける展開になりました。前回対戦時は0対0の第4節だったんですが、その時はフォーメーションも相手は変わって、愛媛の監督赤井秀一監督はそのあたり大きく戦い方は変わってくるだろうというふうに試合前話していました。早速序盤に千葉が優位な状態です。ここは愛媛のチャンス、シュートを狙っていった、枠の右でした。ここはコーナーになりました。相手に当たってコーナーキックです。1点を追いかける愛媛市レディース、コーナーキック、蹴るのは27番の長島彩香です。前節は愛媛は浦和戦、チャンピオンの浦和の優勝決定戦にアウェーで臨みました。その時5対1負けはしたんですが、その取った1点長島のアシストで生まれています。長島から阿久根、このコーナーキックから1点を取ったというのが前節です。その右サイドから愛媛 FC レディースはボールを長島が入れます。1点を追いかける愛媛、
ここはグラウンダーのボールにシュート、大谷が狙っていきました。カウンターは千葉です。このセカンドボールを一気に駆け上がっていく藤代です。二人がかり、まだボールを持つ。パスの出しどころを探しましたが愛媛がうまくカットしました。西側から下げてスペースのある方にボールを出します。千葉が1点のリードをしたこの第17節です。左サイド大沢が上がっていきます。大沢左足でクロスを上げた。ボールをつないできます。今度は右サイドからクロスを上げる。キーパーが出てきました。1番の三田伊佐代です。2試合ぶりの先発、14節のセレッソ大阪境戦から怪我から復帰をしましたゴールキーパーの三田伊佐代です。センターバックの右に小屋、そして松永がこの位置ですが、ボールを取られて大滝から大沢が上がっていってシュート、足をうまく出しました。小屋のいいプレーが出ました。2点目かという大沢のシュート、足を出して防いだのは28番の小屋恵里子です。しかしこの試合立ち上がりは千葉が自分たちの良さを出しています。愛媛はこのボールをチャンスにつなげていきたい。松本から左、大きく高い位置、山口がいました。山口がボールを持っていきます。千葉陣地内に入っていきますが、14番の大熊が対応。大熊はいつもとは一つ後ろのポジションで今日はプレーをしています。小沢が右のサイドにいて、その後ろに大熊がいるような形になっています。前節から2人、大沢と小沢がスターティングメンバーです。千葉です。右の松永、一ノ瀬がボールを戻します。一ノ瀬から林、そしてこの位置に14番の大熊です。今日はセンターバックの右の位置にいます大熊玉木。そしてここで長いボール、2番の藤代、ワンタッチ、鳴宮が前を向きました。鳴宮、前には広いスペースがあります。小屋がマークにつきますが、1人生やしてここで足を出しました27番の長島です。今日は7番の西川さゆみが左のサイドバック、そしてセンターバックの左に長島、右に小屋がいます。愛媛市レディース、コーナーキックはジェフユナイテッド千葉市原レディースです。キッカーは10番の鴨川。前節同点に千葉が追いついた、そのアシストはこの10番鴨川のクロスからでした。前節が福有最終節、同点でなんとか勝ちをつかんだ千葉です。そのアシストをした鴨川から左サイドのコーナーキック、低いボール、上野が頭で外に出します。スローインにしました。鴨川から選手が変わってスローインは2番の藤代です。藤代が長いボール、ボックス内に選手はいますが、愛媛はこのボールを大事にしたい。しかし逆サイド、ファーにクロスを上げます。大滝を狙いました。1対0とジェフがリードをしています。第17節です。愛媛にとってホーム最終節、愛媛の赤井監督に聞きますと、千葉対策としてはどこで優位性を作るか、
ボールを保持するゲームに持っていくために攻めている時の失い方、そして相手の早いショートカウンターへのリスクマネジメントが重要になるというふうに試合前話していました。そして対する千葉ですが、前節仙台に1-1、先制点は仙台でした。ここはチャンスになりそうです。右、大谷が上がっていきます。大谷が中を見てクロスを上げた。3番の一ノ瀬が背中で止めます。まだ大谷です。大谷から、まだ大谷だ。大谷シュート、山根が抑えました。しかし愛媛もフィニッシュまで行きました。9番の大谷歩美です。日本代表経験もあるアタッカーです。全試合に出場し中、大谷は今シーズン1ゴール第6節に決めています。1点を追いかける愛媛 FC レディース。猿沢慎二監督は前節の福有最終戦について、流れ的に厳しくなってしまい、相手に対策をされたことでいつものようにカウンターができなかったというふうに振り返ります。しかし最後引き分けで終えたことが次節につなげたいというふうに話していました。このアウェー愛媛戦はまず幸先よく先制点を取ったのは千葉です。大きく逆サイド上がっていったのが7番の鳴宮、失礼、2番の藤空です。藤代からグランダーのクロス、鳴宮はうまくシュートを打つことができませんでした。しかし両サイドから攻撃を作っているのはジェフです。松本、そして大谷、大谷が下げて小谷、三田、そして松永です。前を見て左サイド山口が高い位置、千葉の陣地内に入ってきました。深い位置、山口ボックス内シュート、まだ相手に当たって、このボールはまだ抑えそうか、後ろからシュート、しかし枠には行きませんでした。1点を追いかける愛媛 FC レディース。最後は4番の鎌田蘭のシュートでした。山根から前へ、このボールは愛媛のボールに変わります。ゴールキーパーの三田、そして長島、西川。長島は前節までは左サイドバックでのプレーが多かったんですが、今節はセンターバックに入っています。強く行きました。鳴宮が奪います。しかしファールはありません。鳴宮が下がってきてボールをキープ、一度センターバックまで下げてゲームを組み立てます。このあたり愛媛もパスを読んで、今鎌田がカットをしました。両チームともに愛媛は9位の伊賀、そして千葉は6位のマイナビ、勝ち点では並んでいます。この試合の結果次第では順位を上げることができる両チームです。ボールを奪った愛媛、左サイド西川と、ここは取られました。大沢です。大沢から大滝飛ばして鳴宮がクロスを上げて大滝の前、親が対応します。
愛媛は前節は浦和の優勝決定戦を臨みました。浦和レッズレディースが6年ぶり3度目のなでしこリーグ優勝、その決定戦に臨んだ愛媛市レディースですが、5対1、スコアとしては大きく開きました。クロスを上げてキーパーの三田が抑えます。愛媛の選手たちはそのセレモニーも最後まで見届けたそうで、キャプテンの阿久根に聞きますと、私たちは去年2部の優勝で同じように表彰式をしてもらったと、そして前節で1部の優勝のその様子も見たけれども、やはり4000人近くのサポーターの前でできる喜びというのを感じましたと、自分たちも、浦和が一つの目標、最終地点ではないですけれども、自分たちが少しずつ、近づけて、そういうふうに増やせていけたらいいなというふうに振り返っていました。ホーム最終戦に臨む愛媛です。1点を追いかけるこの前半、まもなく18分です。今シーズンが一部リーグ初挑戦となった愛媛、四国リーグと四国のクラブチームとして初めてプレナスなでしこリーグの一部に上がりました。その一部の大きな壁であったり難しさも感じるシーンも多かったと赤井監督は話しますが、しかし10月にはセレッソ大阪堺、そして新潟にも連勝をしました。来季につなげたい愛媛です。対する千葉は守護神の山根が今シーズンで引退、来年からは女子のプロサッカーリーグ WE リーグへの参戦も決まっていた中で、山根は引退を決断しました。残りリーグ2試合、そして皇后杯最大5試合、それを含めて最後まで楽しみたい、ジェフのために頑張りたいというふうに話していたゴールキーパーの山根です。中盤でボールを競り合います。ボールを持ったのは千葉です。鳴宮、人数をかけて愛媛が奪いました。左山口、少しずつ相手陣地にボールを運びたいのは愛媛です。1点リードはジェフ、試合立ち上がりからサイド攻撃を含めてかなり相手のボックス内、そしてフィニッシュへ持ち込む場面が多くありました。試合を優位に進めるのはアウェーのジェフです。大谷、松本のところ、大沢から大滝へというところですが、一度ボールを下げてキーパーの三田、ボールをつなぎます。この場所でボールを取る、そんな機会が多くなっています千葉です。そして勢いよく左サイド上がっていくのが藤代から松永、そして小屋が対応、ボールを取りました。この辺りのプレッシャーも早いのが千葉です。逆サイド大きく展開、11番の小沢です。小沢からシュート、後ろから行きました20番の大沢です。今日両チームのサブは、愛媛は吉原、向谷、武田、山城、河村、藤根、そして横山、ジェフは好み、田中、千野、山崎、瀬戸口、奥津、曽根と入っています。田中は前節途中出場、そしてセンターバックでの今シーズンはスターティングメンバーが多かったんですが、
前節はフォワードで途中出場してその高さを生かせてヘディング同点弾を生みました。1点を追いかける愛媛、ボールの出しどころを探します。松本下げて小屋、小屋が上がっていって左サイドで手を上げていたのがその前でボールをカットしました。1点リードはジェフユナイテッド千葉市原レディースです。リーグ戦も残り2つ、愛媛にとってホーム最終戦、アクネが降りてきていました。アクネから松本、そして鎌田、鎌田は下げて松永、ジェフのその守備の硬さ、パスのカットするスピード、ここもプレッシャーは早くいきます。少しずつボールを前に持っていって左で山口が手を挙げていました。これは直接キーパー山根の元に行きます。山根の身長は188センチ、スペインの一部ベティスでもプレーをしていました。ここで接触がありましたが笛はありません。愛媛がボールを抑えています。パスがつながります。千葉です。鴨川ここで強く行きました。西川がボールを奪って山口、愛媛がボールを持つ時間は多くなっています。そしてこのように長いボールを、山口であったり前の選手に狙って入れて、そしてチャンスを作ろうとしています。この時間そしてここで一度給水タイムが取られます。愛媛 FC 対ジェフユナイテッド千葉市原レディースの第17節、アウェーのジェフがまず1点を取りました。1対0でこの前半も途中まで来ています。愛媛はここ5試合2勝3敗で来ています。13節はマイナビに0対2、14節、15節、ホーム3連戦の後ろ2つ、セレッソ大阪堺、そして新潟に2連勝、その後アウェー2つ、マイナビと浦和にそれぞれマイナビが5対0、そして浦和が5対1で敗れてこのホームに戻ってきました。対するジェフは2勝2分け1敗、13節浦和に0対3で敗れて、その後14節15節と伊賀に2連勝しました。9節その後行われた9節の日テレ戦は1対3、16節のマイナビは1対1の引き分け、両チームとも3試合ぶりの勝利を目指してこの試合を戦います。プレーが再開されます。先制点を取ったのはジェフです。ジェフは9番の大滝は今シーズン7ゴール、そして7番の鳴宮は今シーズン6ゴール。大滝の7ゴールはリーグ得点ランク6位タイです。フランスの強豪リヨンでもプレーをした経験豊富な選手です。ポストプレーヤー、そしてこの4試合で5得点と好調を維持している9番の大滝がトップにいます。大熊から林、そして左の一ノ瀬、一ノ瀬は前節
1対1で終わったマイナビ戦、失点が不用意なミスからだったと、その失点は今節に向けて修正しなければいけない部分だというふうに振り返っています。アクネ落として西川、そして左の山口、ここでボールをジェフが取ります。松本、ボールがこぼれて、この回収が早いのがジェフです。ボールを競り合って愛媛ボールになりました。ジェフ、大滝に当てます。大滝がこのトップの高い位置、そしてこの位置からもプレッシャーに行きます。それに連動していきました。10番が行きました鴨川です。鴨川のクロスは相手に当たって、もう一度シュート、そして最後は押し込みました。選手が倒れていますが、得点は入っています、認められています。2点目が入りました。ジェフユナイテッド千葉市原レディース、2点目が入りました。アウェーのジェフユナイテッド千葉市原レディース2対0としました。鴨川が左から上がっていってボックス内に侵入、その後クロスは一度相手に当たったんですが、そのこぼれ球もしっかりと抑えて2点目を取りました。2対0、優位に試合を進めるのはジェフです。前節は自分たちのやりたいサッカーがなかなかできずに、ゴールキーパーの山根はストレスのみんながたまる試合でもあったというふうに話していましたが、この試合は前半ですでに2得点をチームで取っています。長いボールは右の大谷に渡ります。1点を返したい愛媛、大谷のクロス相手に当たります。もう一度大谷はふわりと浮かせてキーパー出てきました。山根里奈、188センチの高身長、サポーターからもそのどよめきが起こるほどの高身長であり、そのゴールキーパーとしての技術の高さ、17番の山根里奈です。高い位置で奪った愛媛、このボールでつなげていきたいんですが、逆にカウンターはジェフです。高い位置に大滝がいました。大滝から下げて藤代、岸川、そして鳴宮、ワンタッチ岸川、まだつながります。クロスを上げる、この位置に選手はいませんでした。しかしフィニッシュの手前までボールがつながっていきます。ジェフです。高い位置でまたボールを奪る。2点を追いかける愛媛は前半のうちにまず1点返したいところです。高い位置、愛媛がボールをもう一度回します。27番の長島、そして西川、ジェフの選手たちもどこでプレッシャーをかけに行くか、
ゴールキーパーの三田もここまで出てきます。右の大谷を狙いましたがラインを割りました。前半30分が経過しています。笛が鳴って愛媛ボールです。愛媛はフリーキック、相手陣地内に選手たちが上がっていきます。2点を追いかける前半の愛媛です。キッカーは27番の長島。長島スラッシュ後ろからです。西側のボールふわりと浮かせてヘディング、2点を追いかけます愛媛 FC レディース。前半5分にこの試合11番の小澤博が先制点を取って、試合の序盤からジェフが有利な展開にしました。その後追加点を取って現在2対0、ホームの愛媛は2点を追いかけます。小澤は10節以来の8試合ぶりのスタメンでした。プレスをうまくかいくぐります3番の一ノ瀬。大沢そして小沢です。大滝もう一度小沢、ボールを奪いたい愛媛、しかしキープはジェフ、下げて一ノ瀬、大きく右サイドを広く使います。クロスには合いませんでした。リーグ戦も残り2つ、今節が17節、そして来週11月21日に最終節18節があります。愛媛は現在10位、9位の伊賀とは勝ち点差で並んでいます。対するジェフは現在7位、6位のマイナビ仙台とはこちらも勝ち点差並んでいます。高い位置からプレッシャーに行って、そして愛媛はそのプレスを、かわすべく一度後ろにボールを下げるというシーンが多く目立ちますこの前半です。三田もビルドアップに参加します。守備の固さ、ジェフは 3-4-3 で守ります。現在は大沢が左、そしてトップに鳴宮がいて、右に9番の大滝、中盤が28番の岸川と10番の鴨川、右に11番の小沢、左に藤代、そして今ヘディングをしたのが14番の大熊、センターバックの中央に林、左に一ノ瀬、ゴールキーパーが山根となっています。センターバックの左、愛媛は鎌田が今います。そして鎌田が今中盤の位置に上がって、それを見て長島がセンターバックの左に戻りました。キープは鴨川です。下げて大熊、大熊から縦パス鳴宮に通りました。鳴宮から上がっていくのが小沢、鴨川、組み立てます。そして空いた逆サイド左、藤代カットをしました。
松永、中にいた8番の松本、そしてもう一度松永クロスを上げて、中には4番の鎌田がいたんですがそこには合いませんでした。後ろからシュート、18番のキャプテン阿久根真奈でした。前半も36分が経過しています。2対0と2点リードアウェーのジェフユナイテッド千葉市原です。先制点を11番の小澤、そして追加点を9番の大滝が決めています。うまく愛媛も空いた左サイド、長島から西川、西川は左の山口へ、長島、そして空いたスペース右の大谷です。大谷から前半はチャンスを作ります。2人がかり倒されますが笛はありません。ジェフはボールを取りました。そして大沢がボールを持ちます。小屋がフォローに行きました。怪我もあった小屋恵理子、前節が4試合ぶりのスタメンの復帰でした。得点でいうと愛媛は18番の阿久根が2ゴール、そして17番の上野が4ゴール。上野は前節も浦和に対してコーナーキックから1点決めています。先月あった日本代表トレーニングキャンプ、そこにも愛媛から呼ばれているのが17番の上野真美です。そして千葉から呼ばれていたのが17番の山根恵里奈。代表のその候補トレーニングキャンプには呼ばれたんですが、その引退に対する気持ちというのは参加をしても変わらなかったというふうに話していました。上野はトレーニングキャンプで山根と話したそうなんですが、今シーズンのこと、そして来シーズンのことも話したそうなんですけれども、その引退をするということはどうやら知らなかったらしく、びっくりしたというふうに話していました。ここは愛媛のチャンスです。17番のその上野がボールを持ちます。右サイドボックス内入っていってクロスを上げる、このボールに大谷、ジェフも対応します。ボールを出しました。まだ愛媛ボールです。倒されて笛がありました。右サイド深い位置、愛媛はいい位置でフリーキックを得ました。上野が倒されてファール獲得。その上野は17番千葉のゴールキーパー山根に対して、その今シーズンの残り2つ気持ちを高めて、おそらく強い気持ちで臨んでいると思いますと。でもその山根選手の思いを上回るように私も得点を取れるように頑張りますというふうにこの試合前話していました。両チームから日本代表トレーニングキャンプに呼ばれていた上野と山根です。ボール元には今27番の長島と7番の西川2人いるでしょうか。そして選手たちはゴール正面、それからファーサイドに寄っています。17番の上野が166センチ、28番の小屋が165センチ。長島が入れてきます。ファーサイド選手はいませんでした。試合も40分が経過しています。前半です。藤代がすぐさまカウンターに行ったんですが、愛媛は一度ボールを外に出しました。
大滝を走らせる大滝、追いつくか、シュート、ダイレクトでシュートに行ってキーパーが何とか触りました。ゴールキック、失礼、キーパーは触っていないというふうに判断変わりました。ゴールキックに変わります。しかし大滝もあのあたりの抜け出し、そして後ろからのロングボールに対する合わせ方、今シーズン7ゴールの得点力があります。前々節までは3試合で連続ゴール、2試合ぶりのゴールを目指すのが大滝です。左サイドからのコーナーキック、背番号10番鴨川美穂が行きました。身長で言いますと大滝が173センチ、岸川は168センチ、林163センチ、大熊は167センチ、一ノ瀬も166センチあります。ゴール正面ヘディング、大滝を狙いました。2点をリードしてこの前半を間もなく終えようとしているジェフです。松本、一ノ瀬から逆サイド11番の小沢です。西川、そして長島でボールを取りました。セカンドボールはもう一度ジェフ、右サイドから組み立てます。愛媛に対しては前回対戦0対0の引き分けでした。お、ここも進入してシュート、ナイスセーブ、1番のキーパー三田勲です。14節から復帰をした愛媛の守護神、10月にホームで練習を挙げた時もこの三田の好セーブが光りました。高い位置からプレッシャーに行くジェフ、藤代から前、鴨川が上がっていましたが愛媛も最後のところで対応します。2点を追いかける愛媛 FC レディース、現在2対0、ジェフが2点を取っています。裏を取るか大谷ですが、その前で対応しました。外に出して愛媛ボールです。ジェフは守るときは5バックのような形になります。松永がボールを入れてラインを割りました。先月あったなでしこジャパンのトレーニングキャンプには愛媛から上野、そしてジェフからは山根が出たんですが、その一つ下の世代 U20 日本女子代表、通称ヤングなでしこのトレーニングキャンプもありまして、そこには千葉は3人の選手が行きました。今日出場している14番の大熊、そしてミッドフィルダーの中尾、今日3試合ぶりのスタメンの大沢も選ばれてそのトレーニングキャンプに参加をしました。追加タイムは4分です。失礼、5分になりました。追加タイムは5分と今表示がありますが、2分が正しいんでしょうかね。少し今電光掲示板が数字が変わりました。2分です。追加タイムは2分です。2点を追いかける愛媛 FC レディース、ホーム最終戦です。愛媛は相手のこの 3-4-3 のライン間でボールをうまく受けて、そしてつなげていきたい。松永が上がっていって小屋に下げます。小屋は左サイド山口のポジションを見ていました。
長島ボールをキープ、ここからもプレッシャーに行くのはジェフ、なんとかつなぐ愛媛。もう一度小屋に戻します。小屋がピッチ全体を見ます。右の松永、鎌田が降りてきて、ここで千葉は取りました。さあ2点をリードしているジェフ、選手倒されますがプレーは止まりません。上野がボールを持つ、キャプテンの阿久根、西側から左の山口です。まもなく追加タイム2分もその時間が経過します。前半はジェフのペースで試合が進んでいきました。2点を取って優位に進めています。そして笛が鳴りました。前半の45分が終了しました。プレナスなでしこリーグ1部第17節、愛媛FCレディース対ジェフユナイテッド千葉市原レディースの一戦。試合の立ち上がりに11番の小沢、そして追加点は9番の大滝、2点を取って2対0。この後後半の45分に移ります。愛媛にとってはホーム最終戦、サポーターの前でまず1点を返したい後半です。なおハーフタイム中は音楽著作権に配慮をするため、場内の音声はオフでお送りします。後半の開始までお待ちください。
はい。プレナスなでしこリーグ1部第17節、愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの第17節です。前半で2点を取ったジェフ、この後半45分に臨みます。試合は立ち上がり11番小澤博のゴール、そして9番の大滝の追加点で2対0としています。小澤は今シーズンの初ゴール、そして大滝は今シーズン8得点目となりました。対する愛媛はホーム最終戦です。一部に昇格をして臨んだこのホーム最終戦、サポーター、大勢のサポーターの前でまず1点を取りたい愛媛です。愛媛とジェフの後半45分が始まりました。2点のリードはジェフです。愛媛は攻撃的にこの45分間を使わなければいけません。まず右サイドからスローインは愛媛。高い位置で千葉がボールを持ちます。このようにパスがつながって相手陣地に深く攻め入ってきます。前半もこのような形でチャンスを多く作りました。大熊から長いボール、後ろから上がってきた10番の鴨川が上がってきました。10番の鴨川は前節のマイナビ戦同点弾となるボールをアシストしました。後半のアディショナルタイムでした。その点を決めたのは今日サブに入っている田中真理子です。ここも入れ替わる形で藤代が前を向く。藤代は2人3人に囲まれますが、大滝にボールを渡そうとしました。愛媛は前にボールを出して陣地を回復します。鎌田から松本、松本は右の大谷を前に走らせました。その手前で一ノ瀬がカット。ジェフが2点のリードをしてこの後半に入っています。リーグも残り2試合、今日の試合と最終節のみとなりました。新型コロナウイルスの影響で開幕が大きく延期された今シーズン、リーグも残り2つです。両チームともに3試合ぶりの勝利を目指して戦います。愛媛は3勝2分け11敗と今シーズン一部昇格、そして一部初挑戦のシーズンでした。その3勝は3つともこのホーム愛媛県総合運動公園球技場で掴んでいます。対する千葉は今シーズン5勝4分け7敗、勝ち点は19です。現在7位ですが、6位にいるマイナビ仙台が結果次第では変わりそうですが、愛媛のアクネのシュート、枠の左に行きました。上野のシュートでした。上野は日本代表合宿トレーニングキャンプにも選出をされました。トレーニングキャンプでは2試合男子高校生との練習試合があったんですが、その2試合目で自らのゴールを生んでいます。与えられたチャンスの中で一つ結果を出せたのは良かったというふうに振り返っています。17番の上野です。今シーズンは4ゴール、前節でも得点を決めています。
近づいていったのがキャプテンの18番アクネ、そして鎌田から7番の西川、山口、もう一度アクネとつないで、しかしプレッシャーがかけましたジェフ、そして前にいた大滝がボールを持っていきます。大滝から大沢、その前でカットをしたのが愛媛です。広いスペース中盤に空いていて、左の山口へというところ、14番の山口、その手前で同じく14番の大熊が対応しました。2点を追いかける愛媛 FC レディースです。ボールを外に出して、まだ愛媛ボールです。7番の西川さゆみ、大沢が相手に当ててマイボールにしました。千葉はセンターバック3人、中央にキャプテンマークを巻いた4番の林、この選手です。そして左に3番の一ノ瀬、右に14番の大熊玉樹です。今日は一つポジションを下げてプレーしている大熊、高い位置クロスを上げます。そして上がっていったのが11番の小沢、今シーズン初ゴールを決めています。小沢からこのボールは愛媛がなんとか外に出しました。しかしセカンドボールはジェフです。シュートを放っていきました。10番の鴨川、生え抜きのアタッカー、ミドルシュートもこのように狙っていきます。10番の鴨川美穂、今シーズン1ゴール、開幕節以来のゴールを狙います。千葉は中盤の左に2番の藤代、そして右に11番の小沢、ボランチに2人、28番の岸川と10番の鴨川と、このボールはなんとか愛媛がマイボールにします。長島が左から受けて右へ、そして小屋から大谷のところですが、ファールとなってジェフボールです。ジェフは前線に9番の大滝、この試合の2点目を決めて今シーズン8得点目、大滝亜美、そして3試合ぶりのスタメンの20番の大沢、7番の鳴宮といます。大熊、ここからプレッシャーに行くのは愛媛です。14番の山口がボールを取りました。山口、そして鎌田、西川、鎌田、そしてこのワンツーですがジェフに取られました。前半はジェフが両サイドからのサイドチェンジを含めて効率よく攻めていって2点を取りました。愛媛はボールを持つ時間、持たされる時間は多くあったんですが、得点につなげることができなかったのが前半です。しかし今シーズン勝利を挙げているのはすべてこのホーム、サポーターの応援、そしてこの試合からは太鼓の音も追加されています。サポーターの前でまず得点を取りたいのはホーム愛媛 FC レディースです。松本、下げて小屋、センターバック左の長島から左サイドバックの西川がこの位置でした。鎌田と入れ替わっていました。西川から前に狙いました。14番の山口です。相手陣地深い位置での左サイドからのスローインです。山口すらして対応は大熊、後半も53分が経過をしています。
左サイドでボールをつなぐ愛媛です。2点を追いかけます。鎌田からグラウンダーのクロスはと石が合いませんでした。アクネのすらしたボールはジェフがボールを持ってそのままカウンターへと移行。右サイド大きく逆サイド大沢を走らせますが、出てきたのはゴールキーパー三田伊佐代です。山口、昨年は2部で新人賞を獲得しました。山口からうまくダイレクトでボールはマイボールにできればというところでした。しかし決定機うまく合えば得点のシーンでした。9番の大谷です。山口から大谷、両サイドの攻撃でした。愛媛は前半と変わらず小屋と長島の2センター、左に西側、右に松永、そして中盤に松本と鎌田、右に大谷、左に山口、そして17番の上野と18番の阿久根が高い位置。上野は今この位置です。上野から左の山口へ、山口が前を向いてスピードを上げます。2人に囲まれますが左の阿久根に出しました。アクネがボールをキープ、上がってきたのが西川です。西川が左足でクロスを上げる。まだあります。逆サイドからコーナーにしました。愛媛は右からのコーナーキック、後半1本目です。前節は一部優勝を決めた浦和との優勝決定戦アウェー、その時にアシストをしたのが1点、一矢報いたのがこの27番の長島、そこから17番の上野、コーナーキックから1点を取りました。右サイドから後半1本目のコーナーキック、長島と西川が行きました。どうやら西川が左足で入れてきそうです。近い位置に27番の長島、変化をつけてくる可能性もあります。とここは一度下げて変化をつけてクロスを上げたファーサイド、選手には合いませんでした。長島に聞きますと、やはり千葉は愛媛より背や体が強い人が多いと、このコーナーキックもシンプルにやっても入らないので、いろいろチームで考えて狙いを出していくというふうに試合前話していました。この右からのコーナーキックも一つ変化をつけました愛媛です。2点を追いかけます。ホーム最終戦17節です。ジェフは2試合勝利から遠ざかっています。しかしこの17節のアウェー愛媛に乗り込んでのこの試合は2点を先制しています。ボールをキープは大滝、小沢から鳴宮のところ、まだあります。愛媛も最後で粘ります。徐々に愛媛の陣内に入ってきますが、上野から小屋、阿久根の前、足を出したのが林、キープ大滝と審判も倒れますが、選手と接触がありました。一度プレーは止まってドロップボールで試合は再開されます。
今日の主審は一喜千尋さん、副審は近藤京子さんと柿本真希さん、第4の審判は山内和江さんです。左からのクロス、直接キーパーに行きました。西側長島、長島から大きく前線へ競り合って高くボールが上がります。今日の愛媛県総合運動公園球技場はかなり風が強く吹いていて、とここは裏抜けていった、シュート決まりました。20番の大沢遥です。3点目が決まりました。3試合ぶりのスタメン、その役目をしっかりと果たした3点目、20番大沢遥が決めています。今シーズン4点目は8試合ぶりのゴールとなりました。ジェフユナイテッド市原千葉レディースが愛媛に対して3点を取っています。3点を追いかける愛媛 FC レディースです。後半追加点、得点を一つまた差を広げました。愛媛のフリーキックになります。点差は3つと広がりましたが、このホーム最終戦、サポーターは多く愛媛県総合運動公園球技場に駆けつけました。今シーズン一部リーグで昇格を果たして、そして挑んでいるファーストシーズンです。キッカーは27番の長島、どの選手に狙ってくるか。長島のゴールは半分、おっとクロスバーに当たった。そのセカンドボールは直接狙ったような軌道でした。27番の長島、右サイドからのクロス、ラインを割ってゴールキックです。ジェフは今日の試合先制点は11番の小沢、そして前半の2点目が9番の大滝、後半に3点目20番の大沢が決めました。これで前節から入れ替わった2人、小沢そして大沢それぞれが1得点ずつ決めています。この愛媛戦です。17番の山根から前に送ります。鎌田がボールを奪って松本成宮です。そして藤代は右足でクロスを上げる。その奥に大滝がいました。大滝がボールを持つ右サイドです。まだボールを持ちます。大滝亜美173センチ、上がってきたのが14番の大熊です。大熊から岸川、プレッシャーに行くのがキャプテンの阿久根、下げて林から左サイド、副審は旗を上げていましたが、そのままプレーは続行されています。岸川裏を狙った、選手は2人いる、キーパーも出ていきました。先に触ったのはゴールキーパー1番の三田伊勢夫です。3点のリードをしたジェフユナイテッド市原千葉レディース、ここもボックス内に入ってきます。ボールがつながります。左サイドに選手が密集していたので、逆サイド広いスペースがある右サイドで今度はチャンスを作ります。
先制点の小澤、そして7番の鳴宮、長いクロス走っていくのが28番の岸川です。岸川、西側が、そしてセカンドボールはジェフ、鴨川からこのセカンドボールはジェフが常に狙っていて、そして自分たちのボールにしています。愛媛はこのパスの中でうまくボールを取りたい、そしてこのボールをつなげていきたい阿久根です。前にいるのが上野、そして上がってきたのが松本、松本はボールを持っていって3人に囲まれました。そして11番の小澤が抑えます。27番の長島が一度三田に返します。試合開始から65分が経過をします。斜めのパスが通って14番の山口、山口は中央に入っていって入れ替わった上野です。上野がボールをキープ、しかしジェフも壁を厚くします。左サイドの西側です。西側のクロスはうまくミートしませんでした。しかし愛媛も相手のボックス、そしてこのゴール前のエリアに侵入していきました。左サイドの山口からチャンスを作ります。両チームともまだ選手交代はありません。アウェーのジェスが3点のリード、1点ずつ返していきたい愛媛。14番山口です。ボックス内に入ってきました。山口から上野、キャプテンマークを巻いている4番の林が対応しました。林は全試合スターティングメンバー、そしてフル出場しています。クロスを上げる、アクネのところでした。カウンターはジェフです。この辺りもつながってきます。大滝です。今日の2点目大滝、そして鴨川、中盤の岸川です。愛媛は奪いたいところで奪いました。上野です。上野からアクネ、アクネはシュートまでもう少しというところ。高い位置で大沢がいました。大沢から左に展開して鳴宮です。駆け上がっていくのが2番の藤代、藤代から大沢、右サイド鴨川から中、ここはフィニッシュまではいけませんでした。鎌田から山口を使います。愛媛は後半この左サイドの山口を使って、またはこの上野を使ってチャンスをするシーン、この時間多くなってきています。3点を追いかけるのはホームの愛媛 FC レディースです。ここでプレッシャーに行きますが、2番の松永、愛媛のボールに変わります。そして選手交代です。愛媛は2人選手を変えます。また同じタイミングで給水タイムも取られました。給水タイム後選手が交代しそうです。前半2点を取ったジェフユナイテッド市原千葉レディース、後半にも追加をして3対0、そして愛媛が選手を入れます。23番の藤根有沙、そして3番の向田に彩香が入りました。
選手を2人入れ替えた、まず動いてきたのは愛媛 FC レディース赤井秀一監督です。向井谷は今シーズン9試合に出場中、ここ2試合は後半終盤に投入されるシーンが多くなりました。対するそして23番の藤根は流通経済大学出身のルーキー、2人選手を変えました愛媛 FC レディースです。ラインを割って愛媛ボールになります。この辺りからハイプレス、ボールを奪いに行く高い位置からのプレッシャー、この時間もかけ続けているのはジェフです。大滝がここもプレッシャーに行きます。これをかわしながら愛媛はボールを前に運んでいかなければいけません。今代わって入った23番の藤根がボールをカットしました。しかしその後のボール回収が早いジェフです。藤根は前線の右のワイドに入っています。中盤で奪いました。上野が前を向けます。上野から抜け出していってシュート、決まりました。最後は9番の大谷由美、ホーム最終戦サポーターの前で9番大谷由美がまず1点を返しました。ジェフに対して3対1、大谷が反撃ののろしを上げます。サポーターもこのゴールに大いに沸きました。ホーム最終戦、愛媛は1点追加された3点差となった後半に9番大谷のゴールで追い上げを始めました。点差は2点に縮まっています。攻勢を強める愛媛に対してジェフはこの後選手交代もありそうです。ジェフの選手は2人準備をしています。ここでラインが終わったところでジェフも選手を交代します。6番の山崎丸美、そして13番の曽根七海を投入しました。攻撃的な選手をここで2人投入しました。ジェフユナイテッド市原千葉レディース猿沢慎二監督です。11番の小沢は今日10節以来8試合ぶりのスタメンで先制点を決めました。2点をリードする後半、現在72分、ジェフユナイテッド市原千葉レディースです。これで両チームとも2人ずつ選手を交代しました。体で踏ん張ってゴールキックにしました27番の小佐島です。愛媛はジェフがボールを持つ、そしてカウンターチャンスを作る機会が多かった中で、この後半のこの時間にワンチャンスをしっかりとものにしました。
1点を返しています。3対1です。代わって入った藤根、その前で笛が鳴りました。代わって入った6番の山崎、カットをした愛媛、2点を追いかけます。高い位置でプレッシャーに行きました。そしてボールを奪って点を決めた大谷、藤根、ふわりと浮かせて林が頭で対応。ボールは上野から左の山口です。山口からボールが出て松本倒されて、なんとかジェフは自分たちのボールにしました。しかし選手が交代したことで先ほどよりも相手陣地内に愛媛は攻め入るケースが多くなりました。ここはカウンター、ジェフ、右に山崎です。クロスを上げて大竹を狙った。その奥に選手がもう一人いました。藤代です。藤代から鴨川、ふわりと浮かせてキーパーを抑えます。藤根、そして向井田に代わって入った2人です。右サイドでプレーをしています。阿久根が前線の真ん中に位置するようになりました。山口がこのボールも持って、山口から逆サイド、チャンスになるか。その手前でケアをしました、ジェフです。セカンドボールはもう一度愛媛、向井谷から松本、枠の左にボールは行きました。ホーム最終節、愛媛にとって一部昇格、一部で挑戦するシーズンとなった今シーズンのホーム最終戦、サポーターは434人、今日のこの愛媛県総合運動公園にも応援に駆けつけました。前半そして後半途中までジェフの得点が多くなった3対0という場面でしたが、その後9番の大谷が決めてと、ここはオフサイドフラッグが上がっています。9番の大滝、愛媛も1点を返して現在3対1で77分が経過しました。ここも前線でカット、大滝です。大滝との1対1、1人かわしてシュート、決まりました。落ち着いてゴールキーパーもかわして、9番大滝亜美、今シーズン9点目となりました。この試合2点目です。4対1と差を再び3点に広げました。第17節、愛媛は3点を追いかける展開です。山口、そして上野、この左サイドの選手たちが先ほどの1点目に絡んでいます。先ほどのようなチャンスを作って愛媛は2点目を取りに行きます。小屋から代わって入った藤根を走らせます。右サイドです。藤根に渡ってこのボールはラインを割らずにまだボールを持ちます。対応したのが一ノ瀬です。前回対戦は0対0、しかしこの試合は両チームともに得点を取りました。5つのゴールが生まれている愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。
試合は4対1、ジェフが3点のリード、前半後半ともに2点ずつ決めています。そのうちの2つは9番の大滝のゴールです。大滝もここでしっかりとボールを持ちます。そして選手につないで右代わりに入った6番の山崎、前線でもボールが多くつながるシーンがあります。ジェフです。そして高い位置でのカット、林から走らせたのが13番の曽根菜々美です。ボールは生きています。曽根から山崎、もう一度曽根、曽根はクロスを当てます。このボールがこぼれて倒されますが笛はありません。最後7番の鳴宮がもう少しでゴールというところでした。愛媛は3人目の交代がありそうです。10番の山城美幸が用意をしています。選手倒れますがプレーは続きます。左サイドからまだかわしてシュート、キーパー正面です。フィニッシュまで行きます。試合も80分が経過をしました。4対1、ジェフが4点を取って試合を優位に進めます。今シーズンのなでしこ1部も17節、今日の試合を含めて残り2つとなりました。ここで上野がカット、上野正面からシュート、キーパーが触りました。17番山根恵里奈が立ちはだかります。今シーズンで引退を決め、10日にはオンラインで会見も行った山根恵里奈、見事な横っ飛び、上野のシュートを外に弾き出しました。愛媛はコーナーキック、ボールの元には7番の西川が行きます。後半2本目です。前に23番の藤根、159センチがキーパーとすごく近い位置にいます。他の選手はボックスの外からまだ固まっています。そして今各ポジションに散りました。手を挙げた西川、少し時間を置いて向井谷がニアに近づきます。もう一度手を挙げた、ここも変化をつけました。長島です。長島からクロス、相手に当たります。直接入れるのではなく変化をつけて西川から長島にボールを渡しました。長島のクロスは相手に当たってしまいましたが、ここも相手の意表をつく変化をつけました。そして愛媛は4番の鎌田に変えて10番の山城を入れます。3人目の交代です。これで途中交代は愛媛は3人、向井谷、藤根、そして山城が入りました。試合は4対1、アウェーのジェフが3点のリード、434人のサポーターの前で愛媛は後半1点を取りました。そして2点目、3点目を狙う残り10分です。左サイド、
ここからクロスを上げれます。7番の鳴宮がゴール前に走り込んでいました。そして左サイド山口はボールを、ここは割れていたようです。ラインを割っていました。そしてこのタイミングでジェフユナイテッド市原千葉レディースも動きます。選手を2人入れます。5番の田中真理子、そして24番の千野翔子を入れました。代わりに大熊と藤代が代わりに外れました。田中は前節の後半アディショナルタイムマイナビに対して1対0で追い上げる展開だったんですが、ヘディングでゴールを決めて残り1分もなかったでしょう、得点を決めました。その田中は現在はセンターバックの右に入っています。林の右のポジション、田中真理子です。ボールがつながるのはジェフ、鳴宮シュート、キーパー横飛び掴みました。三田勲守護神のキャッチにホームのサポーターも沸きます。ボールを持っていく、まだジェフボールです。変わって入った奥津、クロスを上げてコーナーにしました。そして愛媛も選手交代2人ありそうです。その前に右サイドからコーナーキック、選手をこの時間両チームとも変えてきます。キッカーは鴨川、大滝を狙いました。シュート、まだあります。シュート決まりました。5点目が入りました。ジェフユナイテッド市原千葉レディース、混戦の中ゴール正面、最後は28番の岸川がゴール前詰めていました。左からのクロス胸で落としてしっかりと枠に飛ばしました。5対1です。5点を取ったジェフユナイテッド市原千葉レディース、アウェーで大量得点となっています。愛媛は2人この時間に投入します。後半も87分が経過しています。20番の横山、そして15番の川村が入りました。選手を多く入れ替えて2点目を取りに行きます。大谷が左サイドにいます。クロスを上げて抑えたのは山根恵里奈です。今入った20番の横山はジェフユナイテッド市原千葉レディースで3シーズンプレーをしていました。愛媛では2年目のシーズンです。古巣相手の対戦となります。そしてジェフはキーパーを変えます。ここで山根に変えて好みルナが入りました。後半も終了間近なんですが、ここでゴールキーパーも変えた猿沢慎二監督です。
ボールをつないでいく愛媛にとってホーム最終戦です。このサポーターの前でプレーできる、この結果がうまく出てなかった時でもチームを応援し続けてくれたサポーターが本当に力になりましたとキャプテンの阿久根話していました。そのサポーターの前で2点目を目指す愛媛ですが、ここはジェフが優勢、ヘディングは左に切れていきます。最後まで攻勢を強めるのはジェフユナイテッド市原千葉レディースです。アウェーに乗り込んで5対1、大滝も2ゴール生まれて今シーズン9得点。右サイドです。奥津からところは相手に当たって愛媛ボールになりました。追加タイムは4分です。なでしこリーグ1部17節、今シーズンも残り2つ、来年からはプロリーグ、ウィーリーグも始まります。ジェフはその舞台へ、愛媛は引き続きこの舞台でそれぞれ戦います。四国初この一部に上がってきた愛媛 FC レディース、去年はここで2部の優勝を分かち合いました。今シーズンは1部でのプレー、2部のチームとはまたレベルの上がった1部のチームたちとの今シーズンの戦い、赤井監督はやれると感じた部分も、でもやっぱり難しいと感じる部分もより多くなったというふうに今シーズンを振り返りました。ここはフリーキック、ファーサイド大滝を狙います。ジェフは6点目を狙います。相手陣地内、愛媛はこのボールからカウンターを作りたい。持っていって左サイド、大谷には合いませんでした。追加タイム4分の半分が経過しました。カット、川村がカットをしてボールをキープします。愛媛はまだ1点を取る時間はあります。サポーターの太鼓が鳴り響くホーム最終戦です。最後まで走り続けるプレーを今も見せています。ゴールキックになりました。ボールを持っていく26番の奥津、そしてクロスを上げてオフサイドをアピールしますが、そのままプレーは続きます。曽根がボールを持ちます。ラインを割りました。現在他会場で行われている17節マイナビ対浦和の試合は2対1で浦和が勝っているため、このままジェフが勝ちますと勝ち点3を追加して勝ち点22、6位のマイナビを上回って順位が1つ上がることになります。勝ち点3まで限りなく近づいているのがジェフです。ゴールキーパーの三田から体の強さ、そしてこの試合を通してプレッシャーを強くカウンターサッカーを展開したジェフ、愛媛も後半ワンチャンスをものにして大谷のゴールが生まれました。
目安タイム4分が経過します。ラストプレーか。この位置に選手はいませんでした。ここもプレッシャーに行きます。そして笛が鳴りました。2020プレナスなでしこリーグ一部第17節、愛媛 FC レディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦は5対1、ジェフが5点を取ってアウェーで大勝となりました。8試合ぶりのスタメンだった小澤、そして大滝の2ゴール合わせて最終的に5点を取って愛媛に対して大勝、勝ち点3をつかんだ17節です。リーグ戦は残り2つとなった今シーズン、ジェフは勝ち点3をこの17節でつかみました。大滝は今シーズン9ゴールとなっています。対する愛媛はホーム最終戦でした。今シーズンから一部に臨み、そしてホーム最終戦でも勝利を求めて戦ったんですが、ジェフの力、カウンターサッカー、両サイドからの攻撃、さまざまな強みを感じた90分になりました。しかし後半ワンゴール決めて、サポーターの拍手、そして太鼓の音が鳴り響いた最終戦でもありました。非常に多くの応援サポーターが駆けつけたホーム最終節、434人のサポーターたち、この一部なでしこトップリーグで今シーズン戦った愛媛の選手たち、サポーターたちの姿です。最終戦は勝利とはいきませんでしたが、最後まで走り続けるプレーを見せました。10月には連勝もして、シーズン3勝はすべてこのサポーターたちの前、ホームで掴んだ愛媛です。次はシーズンの最終節です。11月21日、愛媛はセレッソ大阪栄駒沢陸上競技場で対戦します。失礼、ジェフが11月21日、セレッソ大阪栄駒沢陸上競技場で対戦します。愛媛は日テレベレーザとの対戦になります。11月21日、こちらも午後1時キックオフです。愛媛とジェフによる第17節は5対1でジェフがアウェーで大勝となりました。9番の真ん中に映っている大滝の2ゴールもありました。いよいよ次節が今シーズン最終節です。実況は小川隆弘でお送りしました。プレナスなでしこリーグ17節、ジェフユナイテッド市原千葉レディースが勝利をしました。ありますので、もうしばらくお待ちください。
後ほど、はい、よろしく。ありがとうございました。どうも。